1分を切りました。実況する私でさえ口から心臓が飛び出しそうな勢いです。総勢8名のエンジェルスがゲートを出ていくパイロットたちを見送るため整列します。俺の目標は何が何でも表彰台に上がることだ。簡単じゃねえか。5位のここから2台抜きゃいいんだろう。参戦4年目だけど今までで一番気合が入ってるぜ。7番ちゃんのキスは誰にも渡さねえぞ。表彰台に上がればご褒美にエンジェルがほっぺにキスしてくれます。しかも指名できるのです。さあ1号車ポルシェがゆっくりとゲートを抜けていきます。最後尾の車がゲートを抜けるまで全ての車には40キロ規制がかかります。それぞれの車の担当ドローンがドライバーの前方を時速40キロで飛び、ブルーシグナル点灯以前に自分のドローンに追いついてしまうとフライングのペナルティが課せられます。低速走行の15秒延長がそれですが、食らってしまうとほぼ間違いなく最下位に落ちます。続々とゲートを出ていくマシン軍。そして今最後尾86号車がゲートを抜ける。レースってのはこうじゃなくちゃな。 EV のレースなんて眠くなっちまうぜ。フライングギリギリのコーススタートを切ったのは9号車 GTR。 一つ前の大谷 AMG に襲いかかる。さあ行け相棒、 GTR の底力見せてやれ。完全にオーバーテイクに成功しました。ポジションを一つ上げる相葉俊の辞書には守りという言葉は存在しないのか。間違いなく NFG で一番観客を沸かせる男。絶大な人気を誇りますが、なぜか女子にはモテないナイスガイ。相葉君は完全に狙っていましたね。タイヤが冷えている状態では肉の AMG GTS にはトラクションがありませんでした。なるほど。先頭の1号車石神が快調に飛ばします。やや離れてここからは団子状態です。12、5、9、7号車と続く激しい2位争い。12号車のベッケンバウアーが後続の3位グループをじりじりと引き離し始めています。600馬力級のモンスター軍団を相手に、これはちょっと予想外の展開です。この辺りはどうお考えですか、小柏さん。タイヤマネジメントのうまさでしょうね。冷えたタイヤに熱を入れる技術がうますぎます。このレベルのドライバーになると前後4つのタイヤの表面温度を正確に感じ取ることができます。さらにはレースをしながらどれか1つのタイヤをピンポイントにヒートアップさせたりクールダウンさせることもできます。そんなことができてしまうんですか。できますね。ベッケンバウアーは世界最高水準です。こんなことができるのは決勝進出15名の中でも彼1人でしょうね。リアのレフトがまだ低いな。